有力天皇多治妃高須元料大仙領、古墳天皇領は天皇の墓。皇室天範第27条により天皇、皇后、皇太后、太子皇太后を葬るところをさぎ、その他の皇太子や親皇などの皇族を葬るところを墓と定められている。同府則第3項で当時事情されていた三笹及び墓は第27条の領及び墓とされた。 そのため、実際には、天皇、皇后、皇太后、太,后太子皇太后の三ぎの他にも、尊称天皇、ついみこと天皇、尊称皇后の墓所や、いわゆる、神代三代の墓所、日本穂高の白鳥伝承に基づく、白鳥陵イー飯ア王女の墓所は、領と称されている。これらのほか、宮内庁が現在管理しているものには、文骨書、仮想塚、 灰塚など漁に準じる者、紙、葉、爪などを収めた、紙葉爪等などの一種の供養等古代の上がりの地である、貧連地、被葬者を確定できない者の皇族の墓所の可能性が考えられる、漁母参考地などがあり、一般にはこれらを総称して、漁母という。漁母に指定されている古墳のうち、天皇漁は41基皇后陵は11基 皇太子などの墓は34基であり、天皇、皇后、御子等が合うしたものを差し引くと合計85基ある。宮内庁管理の寮母は、北は山形県から南は鹿児島県まで1と2府30県にわたって所在している。寮は歴代天皇寮が112、皇后寮など76で計188である。皇族等の墓は555。 文骨書、仮想塚、灰塚などの三ぎに準じるものが42、神発明等などが68、寮母の可能性がある、寮母参考値が46あり、総数は899である。所在地が重複するものもあるので、箇所数は460となる。これら寮母は、現在も皇室及び宮内庁による祭祀が行われており、研究者などが自由に立ち入って、 考古学的調査をすることができない。調査には、区内庁の認可を要するが、認可されて調査が実際に行われた例は数えるほどしかない。しかしながら調査の許可を求める考古学会の要望もあり、近年は地元自治体などとの合同調査を認めたり、修復のための調査に一部研究者の立ち入りを認めるケースも出てきている。諸外国の領母と比較して、 天皇陵の調査が進まないのは、天皇陵は現在も続いている王朝の陵母だからだとの指摘がある。世界遺産の思考定量やエジプトのピラミッドの被創者の王朝は現在は途絶えているのに対し、日本の皇室は建国から一貫して続いているものとされており、たとえ古代の天皇陵であっても現皇室の祖先の陵母であることから、それを調査すること自体が非常に抵抗の大きい。 物だとの主張がある。宮内庁は2018年10月15日、忍徳天皇陵の一部について発掘調査を実施すると発表した。宮内庁の担当者は、漁母は長年地元の力で守られてきた。より一層適切な管理をしていくため、地域の協力が欠かせないと判断したとしている。北白川漁潜入時山内の月林陵小水野天皇から、 公明天皇までの歴代25の天皇が、葬られている天皇が大王と呼ばれていた古墳時代には、その量は巨大な前方後円墳だった。7世紀になり、大和王権が大陸の政治システムの影響を受けるようになると、大型の宝墳、円墳へと変化し、さらに7世紀中頃から8世紀初頭まで、大王領には八角墳が採用されるようになる。 このような特別な八角墳が大王にのみ採用されたのは、機内を中心とした主張連合の名手であった大王の地位を一般の主張を超越して中国の天使のような唯一の最高権力者として地位を確立しようとして形に表したという解釈がある。また、都周辺の特定の地域に領母地区を設けることが行われ、奈良時代の天皇陵の多くが 平城系の北高に気づかれ、長岡京でも同様の北高に天皇陵が気づかれる予定であった。平安系にも同様の計画があったとされているが、在地豪族らの反対もあって断念され、以後の天皇も自身とゆかりのある場所の近くに陵方を造営するようになった。陰世期の白川天皇、賭場天皇、この絵天皇に至って仏式の道に納骨する方式が現れ、 江戸時代の御水能天皇以降は代々、京都潜入時に、石像と形式の領母が建立された。幕末に至って尊能思想が公用すると、天皇陵にも復古帳が取り入れられ、公明天皇陵は大規模な紛糾を持つ形式で、築造された。明治天皇陵では、天治天皇陵に藩を取ったといわれる、上演化方奮が採用され、以降、京に至っている。また、皇后陵は、 中国の古式に則っ,って、天皇陵の東に造営されることになった。そのため、皇后陵は、東陵と呼ばれる。大正天皇以後、天皇、皇后の御笹ぎは、東京都八王子市の御領地内に作られることになり、武蔵陵墓地が成立した。一方、皇族の墓は、明治天皇の御子の皇居を景気として、東京都文京区大塚の五国寺裏山に設けられることとなり、 現在、豊島岡墓地となっている。奈良時代から平安時代初頭にかけての天皇陵は、土葬される霊や、紛糾を作ったと思われる事例を経て、仏教思想の影響により、仮想の導入や仮想後に散骨して、大規模な造営を行わない事例などが見られるようになる。2012年4月26日、宮内庁は、 天皇や皇后が放御した、祭の埋葬方法を、第125代天皇昭仁とおよびその皇后、美智子の意向により、旧来の土葬から仮葬に変える方針で検討すると発表。翌2013年11月14日、宮内庁は、第125代天皇の昭仁とおよびその皇后、美智子の埋葬法を正式に仮葬にて行うと発表。 合わせて二人の三朝木を一体的に整備することで、従来の三朝木より小さく作ることも発表した。これにより、江戸時代初期から三百五十年以上続いてきた天皇、皇后の葬儀と埋葬方法は、第百二十五代天皇、秋人の代では大きく変わることとなった。大化以前の両母管理については、よくわかっていないが、日本初期、水古天皇期の六百二十年に、 金明天皇陵に砂礫を吹き盛り土をしたという記事が天皇陵の修築が行われた例として挙げられる。律令制下においては天皇陵をはじめとする陵母は国家によって管理されることになっており、大法令、養老令では担当部署として事務所下に所領司が置かれている。その後、天平年間には所領司が拡充され、所領領となった。平安時代前期に編纂された。 演技式には所領領管理課の領母の一覧表が記載されているが、この頃の墓には外籍の墓も含まれている。管理の具体的内容としては、領古、墓度の設置がある。第五天皇領の管理が第五次に委ねられて、以後、寺院内に造営された領母の管理は所領を与える条件で各寺委員に任されることになり、領母管理が国家の手から離れていく要因となった。 平安後期には、水古天皇陵、聖武天皇陵、聖武天皇陵の盗掘事件が発生し、直主発使い、犯人追武、既存箇所の修理等の対応が取られ、犯人の入る宝物の奉還が行われた。鎌倉紀の1235年には、天武、児童天皇が葬領の盗掘事件が発生したことが、藤原邸家、赤月記に記載されている。 直ちに直死が使わされ、既存箇所は埋め戻された。1238年には、洞窟犯人が逮捕されて、大内裏門前にさらされ、見物人が殺到したという。中世以後、天皇家の力が衰えると荒れ放題となる領母も、あり、集合が、ため池として用いられる例や、中には、伝案官領古墳のように、戦国大名の城として改造されたものまであった。 幕末の文久のおさむりの際には、領母や集合が私有地化して、中には工作されている事例もあり、最終的にはおさむり時に強制的に買い上げられることになるが、そこに至る前に工作している農民や、そこから年貢を得ていた藩や旗本との複雑な交渉を行う必要があった。領母が今日のように整備され、管理が強化されるようになったのは明治以後のことである。 明治以後も、寮母を原因とした、現地住民との圧力を抑えるために、寮母や集合に影響を与えない範囲での、灌漑用水としての利用や、寮母の清掃を名目とした枯れ枝や芝草の刈り取りを限定的に認める事例もあった。現在は、全国の寮母所在地を5つに分け、宮内庁所領部のが管理を行っている。寮母への立ち入りは、宮内庁により、 厳しく制限されている。考古学的調査に関しても、補修工事などを除いて、原則許可されない。特に発掘調査については、原則として、全面禁止の方針が打ち出されている。宮内庁は、現に皇室において祭祀が継続して行われている、制案と尊厳の保持が最も重要なことであり、従って、部外者に両母を発掘させたり立ち入らせたりすることは、 慎むべきという理由で学術調査の認可に対して厳しい制限を設けている。また2010年にも当時の風丘の隆起次長が両母指定の見直しは考えていないと発掘調査について否定的見解を示した。築造された当時の古墳でどのような祭祀が行われていたかについては諸説あるが定説を見るに至っていない。日本初期天武天皇即位前期には 人心の乱に際して、大天王子が、高市社のことしろ出身と、未教者の精霊神の信託を受けて、神武天皇領に、馬と武器を立て祀って、戦勝祈願を行った記事が見える。律領期以降、閣僚母に対しては二前のぬさと呼ばれる国家による祭祀が行われていた。この祭祀は、すべての僚母に等しく行われたのではなく、演技式諸領式により重要視されたものは、 金漁、金簿、そうでないものは、遠漁、縁墓とのランク分けがなされ、祭子に際しての貢ぎ物の量が異なっていた。祭子に際しては、貴族が派遣されることになっており、その役目を二前の使いと呼んだ。しかし、漁母に対する、墓イコールシーコールがれといったイメージが貴族たちに嫌われ、さらに二前の奉納が秋から冬にかけての寒い時期の儀式であったことから、 次第に寄付されるようになり、寮母の所在が不明確になっていく理由の一つになった。二枚の制度は、境外化しつつも1350年まで継続した。平安期以降、仏寺に営まれた寮母においては僧侶による仏教祭祀が行われた。現在宮内庁が管理する寮母には、門跡寺院の墓地内に営まれた江戸期の皇族母も多いが、これらも同様である。 両母とその被葬者を祭人とする神社が隣接、または一体化していた例も見られる。王神天皇両公園部に隣接する、本田八幡宮は祭人である八幡神の五廟として、両母を祀ってきた。1801年の河内名所杖には、社殿背後の両母公園部頂上に、銅が建てられ、そこまで階段が設けられている様が描かれている。当時は大祭に際して、 頂上の堂まで御輿が渡御しており、現在でも毎年9月の秋季霊大祭の夜、御が学内庁管理課の領母長域内まで渡御する。天智天皇陵には、江戸時代、天智天皇を祀る祠があり、御子による湯立て神事などが行われていたという。他に、神代三三陵の一つ、天神妃、高彦家二二木の尊陵と新田神社、彦一世の命母と、へっつい山の神社、 モズ両母山高地と、モズ、八幡宮、須藤天皇陵と、須藤天皇社、持人王母と高倉神社などの例がある。明治以後、国家による両母祭祀が復活し、被創者の崩御、皇居から3年5年10年20年30年40年50年100年、以後100年ごとに、式年祭、毎年の正月命日に、正時祭が行われている。天皇陵における、 式年祭には、直詞が参考し、宮内庁幹部、ゆかりのある寺社の住職、宮司地元有力者らが参月するほか、皇族が参月する場合もある。天皇の式年祭に際しては、同時刻に、宮中三殿の一つ高齢殿でも、天皇神祭による儀式が行われる。正と記祭については、主に現地の宮内庁所領部職員のみで行う。国家によるものとは別に、 個別の領母にまつわる民間信仰が現在まで存続している例もある。除名天皇領について、高田康吉、歴代御領巡り大分館書店は、古来より里人伝えて言うに、これの御領に逆上の病を祈ると、元ありと称して、領家に詣でで、あるいは、聖書、千枚を教師闘名を剣示祈る者を多く、今日に至る者を祈る者、ありと述べているが、現在も、 同僚の脇に、区内町管理外の町ズ場が設置されている。また、大規光彦の命母の町域内にある、石本家群穴観音は、現在も参拝者があるため、その部分だけ両母町域内に立ち入りできるようになっており、再選箱も設置されている。安徳天皇陵との伝承がある西市、両母山高地では、毎年4月25日前後に、地元住民により、 先帝祭が行われ、地元神社の宮司が祭事を執行している。修行とは、荒れ果てた三ぎを修繕することである。江戸時代の元禄、万事、遠方、教法、文久などの各時期に修行事業が行われた。中でも幕末の文久の修行は、大掛かりな土木工事を伴った。水戸藩主の徳川光には、元禄期に幕府へ、 寮母の修理を願い出たが許可されず、代わって幕府が1697年から1699年に、おさむ寮を行った。その報告書として、細一新、諸寮修学記場時期がある。1772年に、アスカ、吉野を旅した、元織のりなは、その旅行期、菅笠日記の中で、元読以来20年に一度ほど、寮母の修理や調査が行われていることに、 言及している。宇都宮藩の権利で幕府が1862年から行った事業が文級の治む量である。こうした事業を幕府が許可した背景には幕末という当時の世上が大きく影響している。この際に閣僚の工事前と工事後の様子を絵師に描かせ上下2巻にまとめて1867年に朝廷と幕府に献上したものがいわゆる 文久三両図である。現在、朝廷献上本は、宮内庁所領部の幕府献上本は、国立公文書館の所蔵となっている。2005年に国立公文書館本を原版とする文久三両図が出版された。文久の収む量で多少でも手が加わったのは109箇所に及ぶ。天皇陵だけでも、山城34、山戸34、河内24、 泉ずみさん、せっついで、全部で76箇所となっている。現在につながる、天皇陵の探索及び事情は、そのほとんどが江戸時代に行われており、一部のものについては、明治時代以降にまでずれ込んだ。江戸時代には、尊王思想の勃興とともに、天皇陵探索の機運が高まり、松下見林、元織のリナが、ガモウ君平、北浦で生、 谷森義富、平塚氷彩などが、両母の所在地を交渉したり、現地に赴いたりしており、幕府による、おさむりもこうした動きと無関係ではない。現在の歴史学的、考古学的知見に基づき同意できるものは、奈良時代までの天皇陵では、天智天皇陵、天武、寺と天皇陵など数カ所程度とされる。平安時代、室町時代のものは、白草によって、 位置を特定することが困難なものや量が置かれた、寺院が廃滅したことによって所在が不明になって、しまったものなどが多く、ますます歴史学的、考古学的信頼度は低下する。後白河天皇の宝珠寺領後代五天皇の統領などのように近世に至るまで管理され、伝えられたものはむしろ少数派である。現在天皇寮とされる古墳の中には、 その天皇の知性と古墳の築造時期が大幅にずれている例が存在する。携帯天皇陵として事情されている大田茶臼、山古墳はその例で、実際の築造時期は、携帯天皇の知性より約一世紀前に当たると推定されている。また、有力天皇陵のように、文久年間に別々の円墳と豊墳を強引に一つに、 つなぎ合わせた三サギを明治に入り事情した例もある。逆に天皇陵指定を受けていないが、考古学者によって天皇陵と推定されている古墳も少なくない。これらの古墳は指定を受けていないがゆえに学術調査が可能で、被葬者の同定が可能となった。宮内庁は学術的信頼度については、たとえ誤って指定されたとしても、現に祭祀を行っている以上、 そこは、天皇陵であるとし、事情見直しを拒絶している。近年では、事情を覆すにたる、両氏名等の確実な資料が発見されない限り、現在のものを維持していく所存としている。これに対して、伊沢元彦は、現代考古学で明らかに別人と判明している。墓を天皇陵として祀ることは、先祖霊に対する侮辱であると指摘している。天皇陵指定を受けていないが、 天皇陵と推定されている古墳には、主に以下のものが該当する。宮内庁は、皇室の陵母はあくまでも、祭祀の対象であるため、一般の古墳や墓所とは、性格が異なるとして、天皇陵をはじめとする陵母の事情見直し並びに、指定の変更を拒絶している。この方針は、戦前の旧神儀省、旧宮内省から引き継がれたものである。 寮母及び寮母参考値の指定変更が行われる場合についても、被送者の特定が可能な資料が発見された天皇寮ではないことが文献や記録から明らかになったなどのやむを得ない事情によってのみ、行われることを明らかにしている。両母の事情替えまたは事情解除は1912年1月が最後となっており、それ以降は事情替え、事情解除は一度も行われていない。 両母参考地の事情外、事情解除も1955年8月以来、行われていない。事情見直しに伴って、事情外により、天皇陵とされた古墳には、主に以下のものが該当する。天皇名、両名、読み、形式、所在地は、区内庁サイトによる。文徳天皇までの両名は一部を除き、演技式所陵陵の記載に同じ。また、古墳名、事情時期は、 政府答弁等による、1949年10月の両母参考地一覧による、両母参考地の内天皇両参考値の一覧、ありがとうございます。